はい、じゃあ皆の者、今日は流数定理の話をする。はい、ちゃんと最後まで聞くように。はい、はい、はい。流数定理とは積分を一瞬で簡単にする方法で、流数というものに 2πi をかけるだけで積分の数値が出るというもの。でその流数というのはローラン展開っていうもののマイナス1乗の係数のことを指して、でそれでなんで成り立つかっていうと、個人の積分表示という形、その形によって成り立つ。おい黒瀬、ちゃんと聞け話を。はい、すいません。はい、ローラン展開っていうものは複素関数ってものを表すんだけど、複素関数の平面上の1周ループは常に絶対に積分結果がゼロになります。あ、なるほど。はい、だからさっきからちょっとわからない単語があるんですけども、サバ先生、ローラン、はい、ローラン点数、ローラン回数、ローランなんちゃらっていうのは何のことですか？ほう、さっぱりわからん。はい、皆さんこんにちは。今回もマインクラフト実況双葉と続きやっていきたいと思います。イエーイ。今回のメンバーは Hey girls, good morning, リッタンとペンコとダロリンとイッタ博士とナノランとローラン藤宮とサバとローランマスター黒瀬と双葉のメンバーでやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで藤宮さん、ローランなんですね。はい、ローランですよ。ローラン点数、サバさん、ローラン展開ね。ローラン同時で間違ってるあれですよ、はい、高いちょっと珍しい絨毯とか売ってくれるあの子ですよね。あ、ローラン、はいはいはい、ローラン来た。ローラン、あつ森じゃないです。ローランさん、今日は何しに？今日絨毯売りに来ましたタンポポだけどな、どう見てもタンポポなんだよなということで、前回はネザー要塞一点うんたらかんたらしていろいろやった的な感じなんですけども、あれから何か変わりましたか？お道具箱。あ、お道具箱お道具箱お道具箱ができたんですね、ついに。個人用の入れ物を作っておきました。ほう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 。まあ持ち物がぐちゃぐちゃになっちゃうんでね、これがあれば大丈夫、はい、なのかな、うん、1個壊されたら一気に壊されそうな感じも危険そうな場所にはあるけども、まあこれをうまくね利用してください。それじゃあ、はい、なんで博士だけこれ装備してないんですか？あ、そういう、ね、本当だ裸的なやっぱ色気も大事かなって。色気一番年下に色気を求めるおい、俺剥がすな、俺剥がすな、俺は剥がす、ここに出す。ね、汚れも大事かなみたいな。誰が汚れてんねん。え、ちなみにあそこにちょっとチラッと見えるんですか？あれはまだ行っちゃダメなやつですか？あれはまだ制作途中なんで。あ、制作途中、触れない方が多分次回最終回ですけど間に合いますかね。めっちゃ行ってる、めっちゃ行ってる、めっちゃ行ってる大丈夫そうですか？間に合います。あ、間に合います よ、 ますよ、ね、OK、 じゃあ次回最終回に見ていきましょう。はい、はい、ということで今回は何をやるかなんですが、ナノラン教授、はい、まだ見てない何かしらのイベントがあるとのことですが、何でしょうか？村の襲撃です。あ、村の襲撃も強化されてるんですね。いや、もうバッチシ強化されてます。バッチシ。じゃあ今回は村の襲撃いきますか。いきましょう。はい、行きましょう。はい、第1回チキチキバッドオーメンを取れるのはダイダー選手権、イエーイ。ということでね、再度このピリジャーのところまでジャペンコーさんが目の前に来る後頭部めっちゃ見せてくるあのね、ピリジャーのところにねやってきました。ピリジャーの中に一匹、はい、一匹一匹とは限らないかもしれないですけども、なんか旗持ったやつがね出てくるんですよね、はい、でその子を倒すと不吉な予感というバッドオーメンというね、うん、ものが手に入ります。それをね、はい、手に入れることで村の襲撃イベントがね引き起こすことができるので、今回はそれを誰が一番最初にゲットできるか的な感じのことをやっていきましょう。はい、ということでかかれー。はい、この辺りありがとうございます。感謝から始まり、感謝は大事だよねさあ出ましたか、バッドオーメンの子は。なかなか見当たらないですね。これ出ない時ってあるんですかね？出ない時っていうか確率じゃないですか。確率、なるほど。湧く時に確率で確か旗を持ってる個体が現れるっていう。何パーセントなんですか？う詳しくはウェブで。あ、不吉な旗を見つけたんですよ。これあ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 れこれはあれ二つもある。あれあれこれはあれあれ誰があれあれ三個もある。あれあれこれは誰が人狼がいるぞ。私だ。あ、黒瀬凛さんもうすでに不吉な予感になってる。やったです。あ、他は一人で三つ。一人で三つ。上の旗なくなってますよね。あ、上の旗を持ってるだけ。あれが取ったやつ。あ、じゃあ黒瀬さんもうなってるんですね。そうです、ね、あ、じゃあちょっと再現しましょう。再現
あのちょっと私カメラにうまく映せなかったんで、ちょ誰かこの旗持ってあの歩いてもらって、旗持ってる、これ確実にボスですね、これは間違いなく、これも確実ですね、確実ですね。じゃあね、まあ、戦国時代なんでね、名乗りを上げるところからお願いします。我の名はクロゼリン、いざ行かん。私の名前はピリジャーです。ピリジャーだった、爽やか、爽やか、AI っぽい、全然と、あー早い、燃えたんだけど、剣が強すぎるのよ、何ですかそれは。フレイムとダメージ増加4ですね。剣ちょっとそれダメですね、それあると。せめてダイヤ剣ですよ、普通の。よっしゅー、これは、まったく企画を分かっていない。あシンプルなダメ出しが、今まで何回も何回もあのすぐこれ勝てるなっていう風にやってきた流れをやっていたにもかかわらず、さらに拍車をかける。はい、ということでね、移動してきました。ここになんと村があります。ナノランさん、ここの村は何村なんですか？これはアカシア村ですね。アカシア村、ここで村の収益イベントを起こして戦ってみようと。そういうことです。ちなみにどうですか、はい、難易度的に5個中何個ぐらいの難易度っぽいですか？いやもう4取る、4欲しいですね。4取る、4取る。皆さんの確かに4取る、4取る。え、ちなみにルザク君が裸なんだけど、これ裸で行くつもりなのかな？鉄拳さえあれば OK と。じゃあ黒瀬凛さんを筆頭に行きましょう。はい、はい、かかりー、やーやーやー、降りるんかい。サドルがないから。さあ、これで襲撃イベントが始まる。最初一度に大事ですからね、結構。あ、始まった、始まった。来た。あ、ゴーレム。でもなんか、今のところ全然ただのピリジャーですね。ゴーレムが戦ってくれてる。まあ、1ウェーブ目なんで。あ、1ウェーブだから、なるほどね。あと1体、早い。あ、あれれれれれれ。おやおや？あ、ゴーレムに攻撃したっぽい、もしかして。あ、ルサク君がゴーレムを処理した。いらないよって。強い。うちには頼らない。強すぎるからね、ゴーレムはね。さあ、2ウェーブ目が来るはず。あ、こっち、沢さんの方に。あ、いた。大垣沢さんに。さあ、でもまだピリジャーだけですね。そうです、まだ全然余裕です。あ、ヴィンディケーターが混じってますね。あ、本当だ、1匹だけ混じってるけど、もうなんかやってきてます。ちょっと待って、シールドが、剥がれた。じゃ、あ、そしてなんだあれ、見たことないぞ。なんかこの子、なんかみんな同じ動きしてるぞ。周りが見えない。なんだ、イリュージョナーですね。イリュージョナー、天津飯だ。いやい、指針の剣使ってる。見えない。これでも天津飯と違って実体が1個しかないんで。あ、そうなんだ。え、どれが実体か分かんない。あ、なんか誰か死んだ。サバさんがサクッと死んだ。あれ、全然当たんない。全然当たらんぞ。どこだ？そうなんです。実は分身と見せかけて一体透明化してるやつがいるんで。はぁ、なるほどなるほど。透明化したやつが本体なんですね。本体いつもちゃう。あー、それは難しい。なるほど。ちなみに今回ね、あのダイヤ装備持ってきてもらいました。死んだらダイヤ装備になってきてもらって OK なんでね。はいはい、はい、恥ですね、恥。さあ、サバさんはダイヤ装備になっていたのかな。ベッド記録し忘れて初期リスに。おやおや。あ、こっち、なんか牛みたいなやつ来てます。また違う方面から来てますね。あ、来た。牛みたいなやつが。名前何でしたっけ、この子。ポッチですね。ポッチ。ポッチ。絶対違う。ポッチ、普通の動きっぽいけど、どうなんだ、違う感じしてます。あー、サクッと。いや、実は、普通ですね。普通のラジャー。普通なんだ、ポッチは。なるほどね。じゃ普通のやつにやられるようなやつは、もう、っていう感じですね。ダメだ、ダメだ。さあ、藤宮さんがヘイトを取りつつ、後ろから博士が殴るという。連携プレイ、これが2期のチームワークだ。チームワーク出てますね。素晴らしい。はい。イエーイ。おー。あれ、一期メンバーの出るところないですね、これは。あらららら。え、ちなみに、ヴィンディケーターはどうでしたっけ、ないんでしたっけ、なんも。ヴィンディケーターはちょっと変わってまして、はい、ステップを踏むようになってます。あー、なるほど。全然見えなかったな、ステップ踏んでるとこ。あ、今度はウィッチが入ってきましたね。あ、そうだ。いいですね。とはいえ、どうもだな。大して新たなやつもいないですし、まあ、ウィッチがちょっとポーション効果を与えてるか、倒しづらくなったかなぐらいですかね。そういうことですね。あー、ウィッチが一応耐久や移動速度上昇なんかを他のモブに与えるんで。なるほど、なるほど。じゃあ、ウィッチから倒した方が。いいっていうことですね。かもしれない。あ、でもそうは言っても楽勝。まだ、そうです。余裕ありますね。あれあれあれ。ちょろいな。ちょろいです。あ、でもなんかすごい、イリュージョナーが旗持ってる。あら、すげえ旗持つんだ、あの子。分身してる。ちょうど激しいイリュージョナーが来た。俺やでってなってる。分身した時に透明のやつを探すってことですね。
さあどこに透明が中心にいるはずなんで中心にいる中心にいるいますね。さあ黒を倒した、倒したやったこれもう次5ベーブ目ぐらいですか。でも全部で7ベーブあるんでね、まだあの子も出てないし、あの子も出てないんでね、なんか鉄拳持ってないですかね。あ、そして山の方から来てますね。今度はオッケー、オッケー。さあただ新たな、あ、新たな子がいる、乗ってる、乗ってる、かわいい。まあ、これは普通ですからね。ポッチーが あとイボーカもいますね。あ、イボーカ、エボーカ、強っ、エボーカがなんか飛ばしてきて、その子なんか変わってる。あ、爆発した、気持ち悪い。その飛んでる子は何でしたっけ、名前。ベックスですね。おっと、ベックスはなんか変わってるんですか。おっと、誰が死んだ。変わってません、エボーカが変わってるんで。エボーカが変わってる、なるほど。はい、変わってます。あ、これちょっと一期メンバー入った方がいいかもしれない。続々と死んでる。君に2期が3人理解しました。村人が、村人が亡くなっちゃう。あー、タロリーさんがサクッと。うわ、こっち来た、こっち来た、こっち来た。エボーカ強すぎれば、ちょっと若干。エボーカって普通にやっても強いですよ、確かね。そうなんですよ。イリュージョンは倒しました、はい、いや、まだどっかいますね。あ、いるいる、イリュージョンは先倒さないと、どんどんエボーカ増えちゃうから。いや、めっちゃ距離取る、この子。あ、ナイス。あれ、なんか、あれ、2期目は全員。はあれ、ダイヤモン、ダイヤモン、あれ気のせいです、ね、あれ気のせい、気のせいですよね、そうですよね、気のせいです、気のせいです。さあ、とどめ、いけーい、ナイスー、ナイス。いや、強かった。え、ベックスは何か変わってるんでしたっけ。ベックスは何も変わってないです。あ、変わってないのか。あの、攻撃を受けると後ろに瞬間移動して壁を張るっていうような。あ、それはやりづらい。あ、エボーカー来た。やってみよう。えい、えい、えい、あ、よっ、よっ、あれ、あれ、あれえ、あれあれ後ろになんだってあれ一期メンバー強いのかもしかして。もし今ダイヤ装備が強い。ちょっとじゃあ最後、あの一期メンバーもう一回ちょっと戻ってもらって。さあラスト。ごめん、はい、さあポチが向こうから来てますね。山とは反対方向からポチが来て。あ、いた。さあ結構、これ多分最終ウェーブかな。結構いますね。ポチのお友達も。ポチに。友達も。ポチにそれは辛い。ポチイリュージョナーはやばいですね。ポチイジョナー。ポチイジョナー痛い。痛い。あ、ポチが死んだ。あ、でも、でも、あれ？あ、ブラブラブラ。あれ、ダイヤ装備で死ぬやつおるん？え、ダイヤ装備で死ぬやつおるん？あんな、おらんやん。おらんないよな。じゃあちょっとね、一期メンバー入りましょう。はーい。あれ、あれ？え、何？暗い。あれ、一期メンバー。あれ、ここはどこ？いや、多分見間違いじゃないですか。見間違い。うわ、強っ！ 6 くらった。めっちゃ強いですね。あー！すごい、家の中にいたのにここに食らいました。貫通するんですね、これ。これは元からですか。いや、わかんないです。ひしひし。これ、わからない。体力が。さあ、天子さんが。天子さん、なぜ剣を持っていない。どっかに落としてしまいました。トロニーさん、ダイヤ装備だったらいけるはず。いや、もう、全然わからない。あ、なるほど、そういうことか。はい、あ、倒したけど、あと2体いる。まだ、まだ、残り2体。あと2体、この家の中にとりあえずいますね、1匹。あ、ナイスー。残り1体。あと1体は、どれだ、どこだ、隠れてんのか。あ、恐れをなしちゃったか。まあ俺ら強すぎるから。これかな、うん、そうだね、これかな、痛いね。本当にいないな。本当にいないですね。あれ、どっか本当にうまくあんまでも終わらせないつもりか。うわー、ギルホ戦法。え、マジで、え、本当にいないですね。どっか落とし穴落ちたのかな。それもありますよね。あ、いたー。あ、俺ここの下にいる、ここの下に。無様なもんだな。あ、じゃあ誰か自信のある方行ってきます。はい、さあ倒せ。さあ、さあ、エボーカ、さあ、いけるか、どうだ、いけるか、強いぞ結構。おー、村の英雄。やったー、やったー。さあ、ダイヤ装備はタロリンさんと、あれ、着替えたぞ、みんな着替えたぞ、これわからない。待って、ルサク君一回も死んでない、もしかして。強すぎる。鉄ですけど、私も死んでないです。あ、あ、本当だ、あ、本当ですか、すごい。じゃあちょっと俺もいるけど、うん、え、マジですか。え、いや、一番最初に死んだような気が、あれ一生の恥だな。一番最初サバさんでしたわ。あれ、サバさんはどちらに。イリスですね。まだ、まだ先生復帰しちゃう。じゃあ帰りましょう。はい、ということでね、帰ってきました、お疲れ様です。お疲れ様です。見てください、私のほら、ちょんまげ、ちょんまげ、ちょんまげ生えてます、私、ほら、殿。将軍ですか。将軍です。あ、すごい、ピノキオ。あれ、みんなから見てるあんま変わってないですか。私から見ると、これ鼻、見えてないです。鼻なんです。全く何も見えてないです。ということでね、みんな村の英雄なりましたか。なりました。なってないっていう人はいないですよね、さすがに。あ、大丈夫そう、みんななってますね。なんで、もう村の英雄になったぐらい私たち強いんで、
ちょっと今からね、はい、あのネザー行ってエンダーマン倒しに行くんですが、金のブーツだけにしてもらいました。はい、まあね、うん、エンダーマンなんてねボートに乗せれば楽勝なんでね、これでもサクサク倒せるんじゃないかなと思うので、じゃあ行きましょう。はい、じゃあナノマンさん、あの道案内をお願いします。はい、あ、了解です。じゃあ先頭走ります。じゃあちょっとやっぱ先頭走りたくない。どういうこと。なんでなんか前に先頭走る人は面白い話をしなきゃいけないっていう。そうですよ、はい、あ、じゃあ誰かあった、ね、そうですね、こういうところで、ね、前に出れる人がね、やっぱ YouTube 伸びる人だと思うんでね。行ったれ行ったれ。お、ちょっとじゃあ面白い話をしながら、はい、面白い話、あれルザ君が一番前に出る。強いな、持ってくな全部。ということでどこに行けばいいんですか。とりあえず前回の要塞の入り口まで行きましょう。はい、はい、こんなところに道ができてるんですね。はい、ちょっとだけのショートカットを作りました。なるほど、すごい珍しい。ペンコーさんと博士が迷子になってないですね。おお、はい、成長したかもしかして。いつも40メートルで迷子になってしまったあの二人が。迷子になるっていうことを、あの私たちが学習してバックについてます。素晴らしいですね。ペンコーさんと博士さんが成長したのではなく、扱い方がどうなったと。周りのあ、すごい囲まれてる、しっかりゆりかごから墓場までお願いします。姫プレイだ、姫プレイ。ということで、お、こんなところに何やら道が、はい、ブレイブメンゾード作りました。この奥に青い森があります。あるんですね。じゃあ行きましょう。誰が一番前に行きます。じゃあここはディベンズの藤宮で行きます。あ、また、まあ、用意してあったはずなんでね。はい、行きます。あ、電流が、あ、電流が、電流が、あー、ブレイブメンゾード、おー、あー、え、何何ブレイブメンゾードだからじゃないですか。あれ、あれみんな電流流れてないですか。大丈夫です。面白い話のはずだったのが、なんか電流があって。はい、着きました。あ、着きました。ナイスです。ということでね、青い森をね、ナノナさん発見してくれた、教授が発見してくれたので、ここで教授エンダーマン狩りをねしていきましょう。はい、はい、ホットな観光地、これは4つぐらいね、あのネザー行くといいんでしたっけ。すべての種類のネザーのバイオームを探検するって書いてある。あ、いたー。マジですか。へー、三崎さんが見つけてくれました。やったれやったれ。はい、ナイスボート。よし、ナイスボート。ボートをね、やっちゃうとね、もうサクサク倒せちゃうんでね。ボートに乗せても弾は飛ばしてくる感じですか。飛ばしてきますね。あ、そうなんですね。飛ばしてきました。あ、まあでもボート乗せちゃうってやっぱ楽勝すぎですか。これはボート縛りますか。ボート縛りでいきましょう。ボート縛りって言うとなんかボート使わなきゃいけないみたいな。あ、いましたね。あ、ペンコさん行きますか。あ、俺、あれどこ行った。一瞬でワープしますね。あ、来た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 、後ろです後ろ。あ、でも引っかかってるか、これワンチャン、ワンチャン、これ楽勝なのでは。あ、落ちちゃった。あ、わか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 、あれ、あれ、あれ、博士がなんか死んだ。あ、そしてあれ、あ、ペンコさん普通に倒しましたね。これもしかして本当に大して強くないんですか、エンダーマンって。エンダーマンはそうですね、あんまし襲撃後だと多分どれも霞んで見えちゃいますけど。順番間違えた。なるほどなるほど、間違えたかもしれないですね、これは。藤宮さん、藤宮さん、はい、ここちょっと乗ってください。藤宮のエンダーマン一発ギャグ、イエーイ。いきますよ。エンダーマンといえばエンダーイエーイ。はい、ということでね、さっきね、博士が死んだ時に全然見えなかったんで、はい、再現 VTR いきますか。それでオチにしましょう。はい、はい。クタマさん、クタマさん、エンダーアイがボートに、エンダーアイボート、あ、すごいすごい、これ乗るんだ。乗ってる。あ、かっこいい。クロセリンのエンダーアイギャグ。イエーイ。この目、私の目なの、愛して。かわいそう。ということでね、じゃあ博士、あのさっきの場所どこで死んだ感じですか。こっちの方ちょっとね、まあ、はい、一応ね、実況してたんでね、あの普通に再現するんじゃなく、ちょっと面白おかしくね、大げさに再現してもらって、博士、色物全部入っとくんやで、あなた今から溶岩に落ちる。帰ってきたのに。お、じゃあいいですか。本当に死ぬんですか。本当に死ななきゃいけないんですか。なんかあります、大事なもの。ないです。おお、おお、え。じゃあお願いします。博士のかっこいいとこ見てください。行ってきます。エンダーやThank you.
アイコン。と消えた。ブツってなった。あれ切れちゃいました。なんて言ったんですか。エンダーマン最高って言った。最高。中止したのね。ほとんど聞こえてなかったです。まだ行くんですか。まだ行くんですか。当たり前じゃない。ちょっと待ってください。2期メンバーすごいな、やるな。体張ってなんぼなんで。私愛してる。かぶった、ね。それじゃ、2期生のケツは教官のナノちゃんが吹きます。どうぞ。はい。よろしくお願いします。それじゃあ、このタイタニック号で、2人でエンダーと行きますか。行きましょう。エンダー。そこ、そこ、落ちない。落ちないです。